初心者に優しいスラーク講座、隠されし最強シムタス編。スラークをしばらく使ってるとリコンクエスタにもだんだん飽きてきて、最後にたどり着くのがこいつ、高音寄付シムタスルト。なぜなら最強に強くて面白い武器だからですね。シムタスがコンクエスタより優れている点は3つ。その1、強撃瓶。前の講座でも説明した通り、強撃瓶効果発動中は物理火力が 1.15 倍上乗せされます。そこにワイヤーステップで馬撃や状態上確定蓄積、さらに蓄光が乗ってくると火力がとんでもねえことになるのは言うまでもないですね。その2、切れ味。見比べてみると、まあ紫ゲージがちょっと長いくらいか。そこじゃない、見るべきはこの白ゲージの短さです。何が痛いかというと、転移無法プラス研磨術 A の組み合わせが最高に刺さります。研磨術 A 発動中は切れ味紫の物理ダメージ補正が通常 1.39 倍から 1.53 倍に強すんぎ。その3、空きスロット。説明不要ですね。おすすめ装備構成はコメント欄で紹介しているので、よかったらみんなも使ってみてくれ。